世界的にも認知症っていうのは誤解されてるところがあるのかなというふうに思うんですけれども、認知症になったら何もできなくなってしまう、で時に社会から認知症が隔離されてしまう、そうじゃなくって認知症の人たちと一緒に普通の暮らしができる、そういった寛容な社会を作りたいというふうに思ってました。We opened a limited period pop-up restaurant where all the waiting staff are dementia patients. And what did we call ourselves? もうじゃなくて、ああ、そちら。ごめんなさい、これ。ああ、これ、聞いとって忘れるんやけ、ごめんなさいね。ご注文の、なんだっけ。言えないですよね。やっぱおしゃれでお料理がすごく美味しく、でもその結果間違えてしまったら笑ってごめんねって全然いいですよって言える、そういうコミュニケーションが一番大事。看板を掲げることで間違えてもまあいいかっていう、認知症があってもなくても心はとても軽くなる、ハッピーな空気が生まれたんじゃないかな。間違えてなんかユーモラスですごい感動しました。注文間違えるレストランがあってもいいじゃないか、誰にでも普通のことなんだというふうに受け止められれば、全く問題なく関係を結べるんだ。Companies have taken notice and want to participate. この料理店の中で起きたことが社会全体に広まったら、誰もが生きやすい社会になるんじゃないかなって思います。